実際に Facebook の画面であるとか事例バンバン見せますので、Facebook のその新たな可能性っていうか、ちょっと自分でもページ作ってみたくなりました。あの明確にすることができたので、またちょっと復活させてやれる方法っていうのを作って、好きなことだけで Facebook をツールとしてコミュニケーションを使ってるっていうところが私にとってすごく勉強したというか、マニアックにオタク気になって、自分の趣味がこんな仕事になったらむちゃくちゃ楽しくないですか。で、あの Facebook はそういうことができるんです。オタクほど実は Facebook って向いてるのかな。 DVD であるとかテレビであるとか、本を出せたかっていうと、誰に何を伝えたいかっていう信念をずっと持ち続けてたからなんですね。考えに共感してくれる人がやっぱり出てくるんです。出てくる。自分の気持ちを伝えるとかっていうのは結構大事なんですね。誰に何を伝えたいのかっていうのがむちゃくちゃ重要です。結局みたいな、その稼ぐ方法だけを追いかけてたらずっとその不安をですね持ち続けないといけないです。月数百万とか1000万いったとしても不安だと。中島さんが本当にオタクで好きで本当にやってるんだなっていうのがすごく伝わってきたので、そこがとても講師の方にも好感が持てました。ビジネスをこれだけ使えるっていうのは、いろんなケースが出てきて動画が非常に良かったです。本当に企業の工夫次第でビジネスにも役立つということが分かったので、とてもありがたいと思います。とてもありがとうございます。これから真面目に勉強しようと思います。ありがとうございました。ここむちゃむちゃ大事ですよ。ここ大事な話ですよ。